にちは、クラギ株式会社の田口です。今回はメロンとスイカのプランターでの植え付け方について説明していきたいと思います。今回用意したのはスイカの苗、ちょっとメロンの苗も用意したかったんですけれど、プランター向けのメロンの苗っていうのがコロタンになりまして、ちょっとまだそれが入荷をしていない、もうちょっと遅い時期に出てくる苗になりますので、今回はスイカで説明していきたいと思います。スイカもメロンも植え方一緒なので、まあ、それを参考にしていただければと思います。こちらスイカの苗、小玉のスイカになっています。プランターで栽培するのなら小玉の方が育てやすいかなと思いまして、こちらの紅小玉スイカという品種を用意しました。こちらとプランターで培養土、今回は鉢中にスノコがついているので鉢底の石は用意しませんでした。であとこちらスルモのネットと支柱を用意しました。では植え付けていきます。では内側の線に合うくらいまで土を入れました。ではここから植え付けていくんですけれども、植え付け方は他の野菜と一緒です。真ん中にポットと同じぐらいの大きさの植え穴を開けて、ポットの周りを少し揉んでほぐしてから繰り返してこのまま植え付けます。植え付けはとっても簡単、以上になります。でこれからちょっと支柱の準備をするんですけれども、スイカとメロンっていうのは育て方が何パターンかありまして、一つはトマトの支柱のような円形の支柱を上に立てて上に這わせていくといった方法が一つ、一つがプランターの後ろにこのようにプランターのところに支柱を刺して、ここにネットをつけることでこのまま上に這わせていくというのが一つ、そして地替えの形で植え付けることもできます。支柱とかを一切使わずに地面に誤差とかを引いて、その上につるを伸ばしていって作るといった方法が一つあります。まあ簡単なのは地替えの方が実は簡単で、支柱とかで上につらなくていい分、そのまあ実ができた時に玉ねぎネットや収穫ネットで玉を支えてあげないとそのまま重さに負けて落ちてしまうことがあるので、まあ、そういった手間がないという点では地替えはとても楽なんですけれど、その分かなりのスペースを使いますので、もしベランダでされたいなという方はぜひ、まあ、フェンスであったり支柱を立ててネットを使って栽培をしてあげてください。この後はしっかり鉢の下から出てくるまで水やりを行って完成になります。でスイカやメロンなんですけれども、摘心というものが必要になります。摘心というのはこちら5枚の葉っぱが5枚出てきたとても取ってあげるという行為になります。取ってあげることによって横からつるが伸びてきてそこに実がつくという方法になります。上まで伸ばしてしまうと余計な養分がこの苗自体の成長に行ってしまうので、スイカメロンを育てようと思うと5つ目で摘心をする必要があります。肥料についてのお話なんですけれども、植え付けをしてから約3週間後に1回必ず肥料を与えてあげてください。与え方は苗の横少し離れたところに穴を掘ってこのまま1握りずつ与えてあげてください。その後は様子を見つつにはなるんですけれども、2週間から3週間ごとに追肥を与えてあげてください。以上、スイカメロンの植え付け方でした。ご視聴ありがとうございました。